台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT ロンシャンス龍山寺の一番出口から徒歩15分ぐらいですかね、台湾のローカル食堂がミシュラン獲得ということで、台湾随一のディープスポット龍山寺の商店街の中にある台湾のミシュラン食堂に行きたいと思います。はい、というわけでね、ここが MRT のねロンシャンス龍山寺のね一番出口ですね。ここを出ましたらまずねこの信号をね渡ります。じゃあね今日もお店までね皆さん僕と一緒に台湾の街を散歩してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあ今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。そして信号を渡ったらこっちの右に曲がります。ちなみにここのね MRT のねロンシャンス龍山寺は台北の中心地台北駅から2つ離れた駅になるんですよね。まさに台湾台北のね中心地ど真ん中になるんですけども、皆さんここね観光客の方はねあんまり来ない方がいいよって言われてるエリアなんですよね。もう台湾随一のねディープスポットって呼ばれてて、もう台湾で一番ね治安があまりよろしくないよってこう言われてる地域なんですよね。もうなんか風俗の立ちんぼのおばちゃんとかもいっぱいおるし、まあまあ台湾マフィアのねなんかヤクザみたいな方もめっちゃおるらしいんですよ。なんか銃撃事件とかもね時々あったりとかするみたいやし、このね駅を出たこの後ろねあっちあの大きな公園になってるんですけども、あそこもホームレスの方がもうすごいいっぱいいてるんですよね。もうおそらくもう台湾で一番ホームレス多いんじゃないかなみたいな感じのところなんですけども、だからこそねこういうね超ローカル好きディープスポット好きな方にはねたまらないエリアになってるんですよ。安いねあのホテルとかもあるんですよ。物価もねやっぱ治安が悪いからか知らないけど、台北の中でもね龍山寺はなぜか物価がね安いです。ちょっと安いですね、あのよそと比べてね、はい。さあさあそんなね台湾随一のねディープスポット龍山寺の街並みです。こういうねこういう路地とか入っていったらね結構夜とか危ないんですよね、はい。ちなみにそこがねあの台北最古のお寺って言われてるね駅の名前にもなってる龍山寺ですね、ロンサンスーっていうのがありますね。チャイニーズニューイヤーの時はねもうみんなあそこにね初詣に行くんですよ、はい。でここのね1個目の信号交差点ね、ここをね左に曲がります。でちなみにここね夜になったらね夜市になるんですよ。今ポンって1個だけあの屋台が出てますけども、はい、夜市になるんですね。モンガイエスって言ってね、それを回ったね、Vlog もあるんでね、それまた概要欄に URL 貼っとくんでよかったらチェックしてみてくださいね。超ディープスポットの夜市ですね、はい。そしてここ歩いてたらねなんかねもうテトリスみたいなゲーセンみたいなあるんですよ。もう古めかしほら見てこれもう完全にね日本のテトリスですよ。こんな感じのねめちゃくちゃ良くないですかこの雰囲気ね、はい。もうすごいよね、おっちゃんたちがみんなテトリスしてますみたいな、このスマホの時代にもゲームやってますみたいなね感じなんですよ。でもここね歩いてたらねさっき言ってた風俗のあの立ちんぼの人たちがさめちゃめちゃこう腕を強引に引っ張ってさ路地裏とかにこう連れて行こうとするんですよ。あんな感じで今目の前にいてるでしょ、あんな感じでねほら連れて行こうとするんですよ。ここ路地なんですけどもこっちとかにね連れて行かれるんですよね、はい。だから女性の方よりも男性の方がね割と危ないかなって感じがしますね、はい。ね普通逆なんですけど女性がね危ないかなって思うんだけど、男性の方がね龍山寺に限ってはちょっと危ないかなみたいな感じなんですけども、今からね行くね皆さんミシュラン獲得のローカル食堂、ここのねドーンファーシージエって言ってね、またこのいぶし銀なねこのきらびやかなねアーケード付きの商店街の奥の方にあるんですよね。さあというわけでね、台湾随一のディープスポットのね龍山寺のねこれまたいぶし銀がね、何もこのねなんかもう中華圏特有のなんかね商店街って感じの、なんかキラキラと派手な感じのねはい。でこの商店街がね2つあるんですけども、その奥にね
今から行くミシュラン獲得のねローカル食堂があるんですけども、そのミシュラン獲得のローカル食堂実は3つあるんですよ。でここヘビがめっちゃでっかい、ヘビがほらこういうヘビがね掘ったりしますね。なんかこのヘビの血を飲んだりとかするみたいですね。はい、それで精力つけてまあ夜のね女性たちと遊ぶのでしょうか。はい、でちょっと気になってるのがさ、こういうなんかこのベトナム人がやってこのネイルみたいなやつなんですけど、結構ね男性の方もねお客さんでいてるんですよ。で見てたら足をね洗ってもらってるんですよね。なんか今日もし勇気が湧けばちょっとそのやってみたいよね。値段いくらなのか知らんけど、結構ねすごい綺麗なね女性の方が、若い女の子が男性のね足をめっちゃ綺麗に洗ってるんですよね。別にいかがわしい店とかじゃないとないはずなんで、まあ、ちょっともし勇気が湧けばその食後ねちょっとチャレンジしてみてもいいかもしれないね。はい、ほらこんな感じでね、おじいさんがなんかほらなんか足爪切ってもらったりとかしてるでしょ。こっちの隣とかもさこれほら お父さんがなんかやってもらってるでしょ。これなんやろね、なんなんやろね。5000元とかさ書いてるけど、なんなんやろな。あ、フットマッサージ400元とか、あ、マッサージもしてくれるんやね。なんかね、なんかちょっとやってもらってもいいかもしれないね。はい、みんな見てこの路地ね、すごくないですか。なんかそそるよね。ここ行ったら一体何があるのかなって感じ、まあ、夜とか行ったらめっちゃ怖いんですけども、いやーやっぱ龍山寺はねディープスポットやわ。本当に謎やもん、何なのかが謎みたいなお店も多いよね。でも本当なんかこうマッサージというかこうネイルというかねすごい多いよね、うん、別にいかがわしくはないと思うんやけどね。もちろんいかがわしい店もあると思うんやけど、うん、まあ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 、はい、でここ交差点あるでしょ、このもう一個向こう渡ったところにあります。ここのねフルーツ屋さん、こう見た目がねなんかインスタ映えしますみたいなね感じなんですよ。でもここで一回ジュース飲んないんやけど、あんまり美味しくなかったなこのね今言ったそのジュース飲んだやつもそうなんですけども、ここの商店街で食べ歩きをしたね Vlog もあるんでね、それはまた概要欄にね URL 貼っとくんでね、よかったらチェックしてみてくださいね。そして今から行くミシュランのローカル食堂があそこです。あれ。はい、というわけでね、ここがね台湾のローカル食堂がミシュラン獲得っていうことでね、台湾随一のディープスポットですね、龍山寺のこのね商店街の中にありますね。このもうちょうどどんつきのところやね、ここがミシュラン獲得のローカル食堂です。じゃあね行きたいと思います。ちなみにねそこにもねシャオワン15って言ってね、椎茸入りのね黒いルーローファンが有名なお店あるんですけど、そこもミシュラン獲得なんですよ。でそこね今は並んでないけどちょっと並んでるかな、そこがあのグアバオって言ってね台湾式角煮バーガー、あの2つもミシュラン獲得です。だからもうこの通りで3つねミシュラン獲得のお店があるんですよね。でここ来るの僕初めてです。はい、でちなみにあそこのルーローファンのやつは、過去にね紹介してるんで、また概要欄に URL 貼っときますね。はい、じゃあ行きたいと思います。うわーこれは一体ね何を注文すればいいのかな、メニューとかあるのかな、むき出しタイプやね。はい、うわーこれ見てください、これ通信やね、豚の心とかねありますね。はい、じゃあメニューがねあそこに、んあそうやねあそこにあるねメニューがね、ちょっと見ましょうか。うわわからんな、何注文したらいいんやろ。あブアイスウェアをねえよイベカイマあのちょっとトイチェンシャマン、这个是牛肉，对，猪肉哦。猪肉面，对，面这个是猪肉的。啊，じゃあ。五花肉面跟招牌面。推荐的面一碗。你想要吃软的肉还是硬的肉？招牌类。啊？妈妈，你等我一下，我一个一个回。这个再加一个豆芽。我要你的推荐的面。你喜欢吃什么口感的？豆干。
口感口感咬劲。どれがおすすめなの？チャオパイだ、トイチェンだ、あーそれ？ジャパンローメン。あ、じゃあそれいいが。然后我要黑白切。黑白切。黑白切没有，就是单点一份一份，没有黑白切。黑白切没有。哎，没有。啊，推荐的小小斋。鸡肉吃吗？鸡肉不是猪尾巴。啊，じゃあ、你的推荐的小菜，琼花的小菜。好，我告诉你，这个是干莲。OK OK， 你的推荐。啊，一个琼花的，一个就好了。你先吃吃看，先吃一个看看。先吃，先吃。はい、じゃあお願いします。はい。じゃあね、おすすめの麺となんかシャオツァイの盛り合わせもらったんでね、じゃあここでちょっと食べさせてもらいます。はい、というわけでね、台湾のね、ローカル食堂がミシュラン獲得ということでね、台湾随一のディープスポットですね、龍山寺の商店街の中にあるね、ミシュラン食堂にやってきました。はい、もうちょっとね、マジでちょっと今回は何頼んでいいか全然わからんくて、まあ僕の拙い中国語でなんとかね、トイチェンとかチャオパイとかおすすめのやつやってって言ってもう適当にお願いしたんですけども、これがまあなんかおすすめのね麺料理ですね。これ多分ミシュランのやつやと思います。はい、美味しそうやね。何かわからないけど、まあ、ニラが上にペッペって乗っててね、はい、お肉がね、何かしらのお肉が入ってると思います。はい、で盛り合わせのねおつまみのシャオツァイを欲しいって言ったんやけど、もう一種類だけやね。これはおそらくやけど、ガンリエンって言ってね、豚肉のハラミやね、豚肉のハラミの部分を多分スライスして切ってくれたと思います。はい、針生姜とね、台湾バジルと乗ってますね、濃そうなタレとね。はい、じゃあね、早速食べていきたいと思います。どうかな、言うてもミシュラン獲得やからね。はい、じゃあまずこのね、メインのね、この麺料理いきましょうか。なんていう名前なのね、もうメニューの名前すら分からない。後でちょっとチェックしときますわ。はい、今はもう字幕出てると思いますけども、じゃあまずスープからねいきましょうか。ちょっと見た感じ塩スープやね、豚骨スープみたいな。いただきます。お、おいしい、おいしい。みんなこれあれや、台湾とは思えないぐらいめっちゃ塩味が濃いよ。台湾の麺料理とかスープ料理ってめっちゃ味が薄いところが多いんですよ。もうお湯通り越して水ぐらいのね、味がめっちゃ薄いところ、薄味文化なんで台湾って。めっちゃ味が濃い、これ日本人でもびっくりするぐらい塩味がきついね。あ、美味しいわ。多分やけど豚骨やと思う、豚骨スープやと思いますね。ああ美味しいね。あ、なるほどね、なるほどね、なるほどですね。はい、なんかねちょっとピリッと辛いんやけど、なんやろ、チリが入ってんのかな、わかんないけどね。はい、でその麺いきましょうか。麺はね、多分これチエザイ麺っていうやつかな、多分わかんないけどね。はい、いただきます。そうやね、多分北の知恵剤麺、南の貫通麺みたいな言われてるやつの知恵剤麺やと思うね。何がどう違うか、洋麺、油麺、中華そばと何がどう違うかって言われたら僕も説明できないんやけど、美味しいです。スープがね染みてて美味しい。このねペッペと上に乗せられたニラがね、割といいアクセントになっててね、美味しいですね。スープが本当に塩味が濃いから、麺にもちゃんと塩味があって美味しい。
生姜のスライスが入ってるから、この生姜がちょっとピリッと辛いのかもしれないね。チリじゃないわ、生姜の辛さやね。うん、おいしい。このバイクがさ、ビュンビュンここ通るのがね、あ、危ないんやけど、まあまあ台湾っぽくていいよね、うん、これお肉入ってるんやけど、なんかこう見た感じ同じ、あ、ちゃちゃ、これ多分ね、あのセイベンローって言ってね、あの豚肉のこの頬肉のね部分が入ってるんやと思います。セイベンローの麺料理なんやね、うん、じゃあいただきます。おいしいな。うん、柔らかくてね、これもスープに味は染み込んでて、臭みがなくて新鮮でうまい。うん、おいしい。これはちょっとペッペと乗ってるニラと一緒に食べたら美味しいと思うよ。うん、うまい。うん、じゃあちょっとね、味変するやつがあるんで、ちょっとね味変ちょっとしてみようか。このなんか卓上のなんかあるんでね。よし、じゃあね、これは味の素かな、なんか珍しいね。はい、これなんやろ、これなんやろね、なんやろ、チリかな。え、あ、爪楊枝が出てきた、ごめんなさい、爪楊枝が出てきましたね。これは胡椒、フージャオですね。胡椒は絶対合うと思うね。胡椒と、あとこれは多分ね、ウースって言って黒酢やね。はい、黒酢と、あとこのなんか辛そうなね、ラージャン、ちょっといきましょうかね。はい、これね、はい、うわー、結構ちょっと入れすぎたかもね。はい、じゃあ胡椒、黒酢、なんか辛そうなラージャンでね、これでいきたいと思います。なんか酸味がすげえって思ったら、僕黒酢入れたね、だから酸味があるんや。うん、そうやな、これはちょっと味変しない方が美味しかったかもしれません。麺、うん、いや、これミスったわみんな、マジで。この黒酢がね、あんまり合わないわ。やっぱ台湾の黒酢はあのとろみスープに限るね。これとろみスープじゃないから、とろみスープ以外には黒酢はかけない方がいいですね。勉強になりました。はい、じゃあ次はね、このね、シャオツァイですね、小皿料理ですね。盛り合わせでやってほしいって言ったんやけど、僕の中国語は下手くそすぎて、あの一種類ね、ガンリエンって言って、あの豚肉のハラミの部分がね来ました。はい、じゃあこの濃そうなタレね、濃厚そうなとろみのついたタレがあるんでね、これにちょっとたっぷりつけていただきます。あ、これはホルモンやな。うん、うん、ホルモンや。これはね、あのこのまま食べるものではない、いや、このまま食べるものなんやけど、日本人にはね、ビールが必要やね。お酒のあてですね、芋焼酎ロックとか日本酒とかね、うん、味はでも美味しい。うん、まあ、これ歯ごたえが、すごい歯ごたえがあるね。うん、結構本当にホルモンの癖があるから、これは割と好みが分かれるかもしれないですね。うん、僕はまあギリギリかな。ビールがあればね、美味しく食べれるかなって感じ。うん、ちょっとやっぱ臭みがあるんで、ここにね、ハリショウガたっぷりと、あとこの台湾バジルがね、珍しくあるから、この台湾バジルとハリショウガと一緒にね、タレつけてね、これで多分臭みがマシになるんじゃないかな。うん、あー、ハリショウガと台湾バジルの風味がめちゃくちゃいいですね。おいしい。いやー、これはほんま、でもちょっとこれだけでこう食べるのは正直きついな。マジでビール必要やね、これはね。うん、そうやな。まあ正直こう麺もそうやけど、ここはなんかミシュラン、どうしたミシュランっていう思いがあるかな。うん、まあ僕のゾロの台湾グルメもそうやけど、僕が三つ星つけててもね、
まあ味なんて所詮あの好みによるからさ、ゾロ君これが三つ星みたいな思う人もおるかもしれないし、わさすがゾロ君の三つ星だね、おいしい、私も三つ星、僕も三つ星っていう人もおるかもしれないし、それと同じでミシュランもね、さすがミシュランやねっていうお店もあれば、まあまあここみたいにね、これがミシュランですか、本当ですかっていうね、お店もやっぱあるわな、はい、ここはあの後者の方ですね、これがミシュランなんですかっていう思いがあります。おいしいけどね、いやミスったわ、完全にこれは味変するべきじゃなかった、はい、うん、じゃあねゆっくり食べて、食べ終わったらね今度あのまた商店街戻ったところに、これまたねすごく有名なね台湾の昔ながらの伝統的なねスイーツ屋さんがあるんですよ。そこでスイーツ食べて、でスイーツ食べ終わったらあの勇気が湧けばさっきのあのお姉さんのところ行ってね、フットマッサージかなんかその足の爪切りかなんかわからんけど、ちょっと綺麗にしてもらいたいと思います。はいはい、というわけでね食事終えました。じゃあね行きましょうか。さっき言ってたねミシュランのね、あのもう一個がここのねグアバオって言ってね、台湾式の豚角煮バーガーですね。はい、僕ここで一回食べたんやけど、僕はねちょっと皮がついてるから、豚の皮がまあ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 ちょっと僕はあんまり好みではなかったですね。はい、そしてここがあの椎茸入りのルーローファンのねシャオワンジュゴアって言って、あのミシュラン獲得のお店。ここはめちゃめちゃね中も広いしすごい綺麗なんで、女性一人でもね気軽に入れるんでね、おすすめです。まあまあ僕はでもね二つ星かな、うん、ミシュランまあ確かに美味しいんやけど二つ星ね。この隣がね僕まだ食べたことないんやけど、ここ柿のルーローファン、ルーローファンの上に柿が乗ってますみたいな、これまたねいつか食べてみたいですね。はい、じゃあズン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 行きましょうか。もうこの辺はね本当に食堂街になってるんですよ、右も左もね。この雰囲気がねたまらなくないですか。ほらもう台湾ですみたいな、もうバイクバンバン通りますみたいなね、いいですよね。お父さんたちビール飲んでね、はい、いいですね。はい、じゃあ、あちょっと雨降ってきてるね、なんかみんなほら傘さしてるわ、雨降ってきました。ここねあの居酒屋さんですわ、台湾の居酒屋さんですわ。あのワンちゃんがねいつもここにデローンって寝てるんやけど、今日はいいな、もうバイクがスピードが結構出すんよね。はい、あおったおったワンちゃんね、デローンってね寝ておりますね。台湾はほんまあの話し飼いがデフォルトなんでね。はい、よし、じゃあまずはデザート屋さんやね、台湾の伝統的な、本当に超伝統的なね老舗、1950年代創業らしいので、まあ創業なんぼ70年ぐらいの老舗ですね。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、というわけでねここですね、ここもねあの台湾随一のディープスポットの龍山寺のこのいぶし銀なね商店街のねど真ん中にある、見てください、55年のラオディエンって書いてるけど、もっとやね70年ぐらいのラオディエンやと思いますけども、行きたいと思います。ニハオ、こんにちは。あ日本です。あここメニューね、甘いやつ美味しいですか。あお餅か、あのチョンハータン、これ何が入ってるの、これチョンハー何、うん、熱いやつ美味しい。あじゃあそれを一個ください。はい、じゃあお願いします。あここで食べますね。はい、お母さん日本語話せて優しいね。じゃあここ邪魔ならね、ここで食べさせてもらいますね。はい、というわけでねデザート食べに来ましたよ。あの日本語を喋れるお母さんがね何歳なんやろな、
もしかしたら90歳とかかな、あの、なんやろ、台北駅のお茶屋さんのラオバンとかさ、あの、僕が三つ星をつけたラオミエンゼンのさ、おじいさんとかさ、伝説の混ぜそばのおじいさんとかさ、2つともこれ概要欄貼っておきますけども、あの世代の、もしかしたら同じ世代かもしれないね。はい、55年のラオディエン、絶対そんなことない、もっと経ってると思う。はい、でこれがチョンハータンって言ってね、色々総合のね盛り合わせのやつです。じゃあ楽しみはね、ちょっと食べていこう。めっちゃトロッとしてる、なんかね、小豆とこれ多分ウーユエンかな、あのタロイモボールやと思うわ多分ね。うわー、いただきます。うまっ、甘い、おいしい、ちゃんと甘いよ。あの台湾ってさ、特にこんな昔の人ってあのめっちゃおいしい。お母さん70年、このお店70年、すごい、70年のラオディエン。19歳、88歳、お母さんは86、おお、86歳88歳、うわーすごいな、70年です。うわすごいわあのお母さんが86歳でした。でご主人さんが88歳やって、18歳の時からやってるから70年ですね。すごいね。55違うよね。違うよね。民法42年からやから、なるほどね。今年112年やから。うわすごいわお母さん、めっちゃめっちゃ美味しい、甘い、ちゃんと美味しい、本当に美味しいよ。うん、昔ずっとこれ、すごいね、70年前からずっとこれなんやって。いやすごいわ。じゃあこれね、ウートーやね、僕の大事なタロイモですね。はい、うまっ。いやここマジでうまいわ、ちゃんと甘い。いや本当にね、さっきのミシュランのお店でも言ったけど、台湾って薄味文化なんですよ。だからスープとかもめっちゃ薄いし、こういう甘いやつもね、すごい甘さ控えめな店が多いんだけど、これはもう日本人でもびっくりするぐらい甘い、めちゃくちゃ美味しい。うわ、これはあのタンユエやね、白玉いっぱい。いやめちゃくちゃうまい、ほんととろみがついててね、おいしい。あ、本当ありがとう、ありがとう。お母さんがお餅くれた、あのピーナッツ粉のねお餅やと思うわ、特別って言ってありがとうございます。じゃあこれもね、このお店のチャオパイやね、看板メニューやと思う、あのピーナッツ粉のお餅です。いただきます。おいしい、これもうまいわ、ちゃんと甘いし、ほんで、いやちょっとびっくりやね、こんな名店があったんや。お餅がね、何やろ、歯切れがいい、あのこうビヨーンって伸びるんじゃなくてプツって切れる。だからこれはあの年配の方とかでもね、こうほら喉、お餅でこう喉を詰まらせたりとかするときあるじゃないですか。これはその心配がないね。うわこれうまい。本当に美味しいです。はい。チョンハータンがさ、小豆の他にこうなんかお米がもち米が入っててさ、これがすごいとろみがあってうまいね。でちゃんと甘いでしょ。いやこれはちょっと絶品やね。はい、じゃあね皆さん、ここの70年のラオディエンの、ここの台湾の伝統的なね、昔からあるスイーツ屋さんは三つ星、三つ星、三つ星。
タイムをね、このチャンネルの審議にかけてね、自信を持っておすすめします。はい、じゃあね、ゆっくり食べて、食べ終わったらね、ちょっと勇気があるかわからないけども、勇気が出たら、あの足のねマッサージかなんかちょっと行きたいと思います。さあ皆さん、綺麗に完食したわ。マジですげえうまかった。本当に美味しかった。ありがとうお母さん、本当に美味しかったよ。おお、びっくりした。ちゃんと全部美味しかった。本当にありがとうございます。あのまた来ますね。はい、ごちそうさまでした。ありがとう、ありがとう。お父さんありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとう、シェイシェイ、ありがとう、バイバイ。よし、じゃあね、ちょっと勇気を出して行きましょうかね。あの足のマッサージ、ちょっと怖いな、怖いな、ちょっとでもやっぱ怖いな。なんて言えばいいんやろね、どう注文したらいいんやろな。うん、ちょっとメニューをね見させてもらう。あ、ワンちゃんがおるわ。ワンちゃん、おーい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 、おい、あー、気づいたね。かわいい、かわいいです。じゃあね、バイバイ。よし、よし、じゃあね、みんなこのベトナム式のね、ここのちょっとやってもらおうか。これポリッシュって何なんやろね、わかんないね。このペディキュアウィズフットパッドって何やろ、何やろ、角質取りとかそんなんかな。この男女いける、なんかボーイズガールズリペアフットフィンガーネイルっていう、なんか足の爪を多分綺麗にしてくれるのかな、200円で。これちょっとやってもらおうか。ちょっと撮影してもいいかな、ちょっと聞いてみようかな。あ、グハイス、あのこれ YouTube 買いま、あの YouTube 大丈夫、買い、 YouTube OK、 あのボヤを、あれ、すいません、あの、これ、はい、あ、じゃあお願いします、はい、うん、じゃあちょっと足の爪をね、きれいにしてもらいます。ここで座ってやりますね。今ね、結構汚いんですよ、僕足、こんな感じ。これがどういう風に綺麗になるのか楽しみですね。はい、わ、これベトナムドンじゃない、ベトナムのお金じゃないこれ多分。ほらね、はい、これここ、あ、じゃあここに足を入れます。生ぬるいですね。あ、はい、こっち、じゃあお願いします。おお、わあ、すごい、爪切ってもらってます。すごいなあ、ゾロの台湾グルメでまさかこんなことする日が来るとは夢にも思いませんでした。わあ、ヤスリで擦ってる。わあ、何これ、
ありがとう、シェイシェイ。終わりました。うわ、めっちゃ綺麗わ。すごいね、全然違うよ。うわー、すごい。すごいわ。え、こんな綺麗になるの？全然違うよ、さっきと。うわー、ぴゃおらん、ぴゃおりゃん。ありがとうございます。うわ、すごいわ。これ200元はすごいね。いや、やってみてよかったです。じゃあ、リャンパイ来ようかな。はい。ありがとうございます。リャンパイ。はい、すいません。シェシェ、ありがとうございます。シェシェ、ありがとう。バイバイ。シェシェ。うわ、よかった。よし。いやー、皆さん、爪めっちゃ綺麗になりましたね。しかもお姉さんすごい綺麗やしね。皆さんも台湾旅行来たらね、綺麗なお姉さんに足をね、爪切ってもらって、綺麗に整えてもらってはいかがでしょうか。はい。じゃあね、今日はあっちのね、ミシュラン食堂がメインなんでね、あっちのまとめいきたいと思います。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録8万人、ぜひあなたの上よろしくお願いします。というわけで今回は2つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。